皆様、こんにちは。こんにちはだぜ。今日はこのホラーゲームやりましょう。リーブウェルアローンよ。そのままにしておく、現状で良しとしておく、という意味のタイトルだな。このゲームのストーリーを説明するわね。主人公は人里離れた洞窟探検を人生の楽しみとしている人よ。ある日、主人公はいつものように洞窟を探検していたら謎の井戸を見つけるわ。井戸の中を探ろうと、井戸のロープを伝って降りていたらロープが切れてしまい、そこへ真っ逆さまというわけね。無茶しやがって。人里離れた洞窟というだけでも生存率が低いのに、洞窟の中の謎の井戸に落ちてしまった。これはもう、確実に主人公は助からないわね。まあ、普通の人間なら死ぬとこだけども、ホラゲー主人公って意外とタフだから大丈夫じゃね。ゲーム開始して主人公の運命を確かめていきましょう。おう、やっていこうぜ。ゲームスタートよ。僕は人生においてずっと人里離れた洞窟を探検してきた。そういや、前も洞窟探検に行くホラゲーやったな。洞窟って写真見るだけでもワクワクしたりはするわよね。これまで誰も足を踏み入れたことのない新しい地下トンネルを発見するときのスリルに勝るものはない。でも今回は違った。浅いトンネルの曲がり角を曲がると洞窟には何の関係もないものがそこにあるのが見えたんだ。誰か洞窟の中に住んでたのかしらね。それは井戸だった。その黒い深淵にはロープが垂らされていた。僕は井戸に小石を落としてみたが何の音も聞こえなかった。好奇心に負けて僕はロープを降り始めた。好奇心か。中に落とした小石の音がしない時点で危なそうだけど。数分後、下の空洞から光が見え、ロープの先にバケツが結びつけられているのが見て取れた。下の空洞から光？どういうことかしら？井戸の底に人がいる？バケツに体重を預けていると、ロープだけで洞窟の地面に倒れ込むようにして落ちてしまった。怪我とかは大丈夫だったの？あ、これが主人公か。この感じは怪我とかはなさそうね。ここの天井にあるのが井戸か。切れたロープの端が見えるわね。どうやらこの井戸は枯れ井戸だったようね。どうやって脱出する？僕が降りてきた井戸の行動だ。ロープはある者の手が届かない。主人公何か道具とか持ってないの？手ぶらに見えるんだよな。井戸に取り付けられていたバケツだな。持ち手に短いロープが結ばれている。マジで物がないわね。これは出られるのか？これは何かしら？植物？これは枯れた苗木だな。洞窟の天井にある小さな穴から日光を受けているけど水が足りなかったみたいだな。もともとここは井戸の底だから水はあったはずだけど、いつから枯れてるのかしら。ロープをほどいておこう。まずはバケツを拾ったぞ。ロープとバケツが手に入っているわね。この地面から伸びてる尖ったやつは、これは石筍だな。何百年もかけて降水が滴り落ちてできたものだ。降水っていうのは高物質を多く含む水のことね。なるほど、名前の通りタケノコみたいだ。石筍を引っ張ると根元付近で折れた。多分これも何かに使えることでしょう。今サラダが主人公が頭にかぶっているのは赤いヘルメットか。この円形のくぼみは？洞窟の壁には円形のへこみがあって、その中央には穴が開いているが、なんかこの円形のへこみ人工的に作られたっぽく見えるんだよな。確かに自然にできたようには見えないわ。この穴かなり深いな。内部がかすかに青く光っている。青い光か。石筍をここに突っ込んだらどうなるの？やばいことにならんといいが。石筍を穴にしよう。僕は石筍を穴に押し込む。最初は何も起こらなかったのだが、お、一体何が？一体なんだこれは。なんかワープゾーンみたいね。どういうことなんだ？この奇妙なポータルに足を踏み入れるぞ。幸運を祈っててくれ。主人公はこれをポータルと呼んでるわね。一体どこに繋がってるんだ？一体何なんだ？これさっきと同じ井戸の底じゃ？同じ洞窟だが違和感があるな。これさっきは枯れてた苗木がまだ元気なんじゃないか。天井に井戸の穴もないわね。まさかここは過去の世界？苗木だ。枯れていないぞ。一体どういうわけなんだ？ここ、主人公がいた世界の何年前の世界なの？ここは石筍が。石筍はない。これの意味するところはつまり、多分過去の世界だから。まだ形成されていないんだ。ということは、この過去の世界で石筍のあった場所にバケツを置いたらどうなる？あ、そうか。バケツを置いた後未来の世界に行けばバケツに水が溜まった状態になるわ。溜まった水を枯れた苗木にあげればいいんじゃないか？とてもゆっくりとバケツが水滴で満たされていく。それじゃ未来の世界に行ってみましょ。うまくいくといいな。ナチュラルにタイムトラベルして現実改変してるわね。お、バケツが満タンになってる。あら、なんだ木？もしかして過去に戻って苗木に水をやると木になるまで育つ？でかい木だったな。なんてことだ。うまくいったぞ。バケツは水でいっぱいだ。もしかして木を登っていけば井戸の外に出られるとかあるのかしら。
重いな。やった、最初はどうなるかと思ったけどこれで助かるんじゃないか。さて、それじゃ過去の世界にもう一度戻ってみましょう。あれ、またか？木の枝が折れて地面に落ちてる？いや、本当に気味が悪くなってきたぞ。幻覚みたいなものが見えるんだよな。それじゃ、過去に戻ってみましょうかね。よしと、過去のまだ枯れてない方の苗木に水をあげよう。さあどうぞ、未来からの水だよ。大きく育ってねー。しかし、バケツいっぱいの水をあげただけで苗木が育つのかな。ここは苗木くんを信用しましょう。それじゃあ、今度はまた未来に戻ってみるぞ。すごい、大きく育ったわね。やったぜ。木を登ってもらいましょう。木が光の差し込んでくる穴を塞いでしまったが、井戸の中のロープに手が届くかもしれないな。脱出への希望が見えてきたぞ。幻覚で見たように枝が折れないといいけど、大丈夫じゃね。僕は木に登り、たやすく枝の上に乗った。なかなかやるじゃない。あと、もう少しだ。いけるいける、頑張れー。だが、枝の強度は十分ではなかった。え、まさか、おいおい、嘘だろ。ここから脱出する最後の希望が消えてしまった。あの幻覚と同じ場所に枝が折れて落ちてるわ。マジか、あの幻覚って何なんだ？未来を原始できる？もう一度ポータルをくぐってみよう。何か見落としがあるかもしれないし。見落とし、何かあったかな？折れた枝をロープで結びつけるっていうのは、無理か。枝は調べられないな。折れた枝を再利用することはできないのね。マジで折れた枝は使えない？ダメそう、ポータルの向こう側に行ってみましょう。これマジで助かるのか？上から偶然何か降ってくるとかじゃないと無理かも。主人公がもともと道具とか何も持ってなかったのが痛いよな。あら、視界が。おい、主人公がボキボキで死んでる。今より方がこけているように見えるわ。もしかしてこれは未来の主人公の姿？あ、ゲームはここまでか。最初から割と絶体絶命の状況だとは思ったけど、まさか助からない運命をあんな形で見せられるとは。なんだかゾッとしてしまったな。あのポータル、誰が作ったものなのかしら。誰なんだろうな。自然発生したとは思えない。過去から未来に来ようとした人がいて、その人たちが設置したの？一応、過去の方の穴は井戸の穴はなかったけど、日光が差し込む穴はあったんだよな。海を探査するホラーも助からない率は高いとは思ってたけど、洞窟も死亡率が高そうだわね。視聴者の中に洞窟探検が趣味の人がいるかはわからないけど、洞窟の中で変な井戸を見つけても近づかない方が良さそうだぞ。主人公は今まで洞窟探検してきて探検には慣れてそうなのに、井戸の中に無茶な入り方をしてしまったのよね。まさか、あの井戸は人を引き寄せる何かがあるんだろうか。あるのかもしれないわね。怖いわね。今タイトルを見ていて思ったんだけど、このウェルっていうのは井戸のウェルにも欠けているのかな。ウェルが井戸のウェルだとすると、タイトルの英文は井戸は放っておけという意味になるわね。まあ、ウェルの前に後風がついていないから、このウェルは名詞じゃないと思うんだけども。まあ、主人公にとっては井戸は放っておいた方が良かった存在だったな。それじゃ、今回の実況はこんなところかな。ご視聴ありがとうございました。またねー。次回の動画でまた会おう。バイバイ。